リギン。ハローファン。ラレールリニパネルのエンドです。はい。幾度目かのシェフィーさんとのお風呂でございます。もうね、YouTube 結構見てくださってる人からすると、おぉ、何回目だっていうね、動画かもしれないんですけれども。はい。今日とて、君と私のお風呂の動画でございます。あら、なんかちょっと嫌だった。泳ぎたいのかな足バタバタさせて。はい。まあ、温浴ね、こうやってさせて、まあ、脱皮をね、促している状態になります。まあ、脱皮の皮がね、結構こう、ついてるんですけど、乾燥したままだとなかなか取れなくて、って感じですね。で、一緒によくお風呂に入ります。で、ね、生放送でもちょいちょい言ってたんですけれども、まあ、私、こうお風呂入るとき全裸で入るんですよね。で多分動画で言ったことってあるのかな、ちょっと覚えてないんですけれども、最近そのインスタグラムだったりとか、そうですね、 YouTube の生放送でもちょいちょいいじられますけれども、ササリンというね、話がね、ちょいちょい出るんですけれども、それの説明もねしとこうかなと思って動画もちょっと回しました。でササティンって何かっていうとですね、まあ、この子とお風呂入っていた時に、それは結構数ヶ月前なんですけれども、ここでね、お風呂というか、こう、皮をね、拭くのに、歯ブラシで、体をね、こうゴシゴシしてたんですよ、シェフィーさんが。で、それをやってる時に、まあ、私も全部だったんですけど、まあ、ヤンキー座りしてたんですね、ここで。ヤンキー座りをしていると、まあ、直接的なこと言わないのであるの、股間にね、ぶら下がってるものがこうプラーンとなるわけじゃないですか。で、そのプラーンとなってるのを目がけてダッシュしてきたんですね、こいつが。で、噛まれそうになり、避けたっていうお話から、ちょうどその時、この子のね、成長期っていうのもあって、まあちょっとね、こう脂肪分の多い、お肉とかもあげてて、であとささみとかもあげてて、でそこからね、ささみと勘違いして、お気にの方にね、来たんじゃないかって話をしてて、そこから、ささきっていうね、いじりが始まって、まあ、全然いじられること嫌じゃないし、笑い話になってるんですけれども、はい。ただね、最近そのささきを聞いてもね、何のこっちゃっていう人もいると思うので、ちょこっと。ご紹介しようかなっていうところでございます。もうお風呂飽きた？出たい？お風呂飽きたのかなこれ。出ようとしてね。うん。出ようとしてね。大丈夫？もうちょいで、チェフィーさん。なんか気持ちよさそうにお風呂入ってるね。はい、っていうね、ちょっと下ネタ的なお話ではございました。下ネタがね、苦手な人もいると思うんですけれども、まあ、私は下ネタを言われても普通に返しちゃうタイプではあるので、もし、ご気分をね、悪くさせていましたら申し訳ないです。ご許しくださいっていうところなんですけれども、まあ、そんな感じでございます。はい。もう股間をね、思いっきり、ささみと勘違いしてね。噛みつこうとしてきたんですよ、こいつ。最近はもうないけどね、ほとんど、なんか大きく怒ることもないし、ね。まあ、たまーになんか、嫌だよって。あと今、遊びのスイッチがちょっと入ってるね。ね、上上がる？上上がる？上上がる？はいはいはい。ちょっとあんたの、あなたに反応してスマホがついたんだけど。よいしょ。そこで言ったりするんですか。よいしょ。もう一緒にね、こうやってお風呂よく入ってます。まあ、1ヶ月に2回ぐらいかな、入ってますね。でね、そのお風呂のタイミングが可愛くて仕方ないんですよ、本当に。でね、可愛くて可愛くて仕方ないね。まあ、あと私が親バカなんでしょうけど、まあ、あとそのお風呂の時にね、私の足までは映っちゃうので、そういうの嫌だよっていう人はすみません、ごめんなさい。ですが、私のチャンネルとしてはこれ、センシティブ
ってほどにはなってないので映しちゃいます。申し訳ない。映してください。はい、っていうところですね。あなた何してるの？すげえペロペロしてるけど。え、レッドブルはダメよ。これ気になってるね、あんたね。レッドブルはダメよ。まあ、腹だけどね、あれ。腹だけど、なんか、レッドブルの成分、ちょこっとでも飲んだら、なんか、あんまり良くなさそう。まあそんなすごい悪いもの入ってる。いや、入ってるか、糖分多いしな。人間でも飲みすぎたらダメだもんな。まあ、舐められても嫌なんで、あれですね。すごい哀愁のある背中なんだけど。なんか、孤独のグルメの五郎さんの背中みたいな。今日は何を食べようかな。あ、なんかあそこに看板があるのかな。看板見てるのかな。今日はささみにしようかな。それとも豚肉にしようかな。ヘバモトっていう手もあるな。みたいな感じかな。ただやはりここのお店は鶏肉が一番いいのかな。焼き鳥にしようみたいな感じで決めて入るのかな。めっちゃ見るやん。シェフィー、シェフィー、シェフィーさん、シェフィー。気づいてはいるね。目までこっち向いてるの。シェフィー、こっちをギョロッと見てんだよ。シェフィー、シェフィー、シェフィーさん、あの首ごと切るからね。目だけ向かないで。目はめっちゃこっち向いてんね、あれね。そう、トカゲちゃんのね、あの目の感じというか、あの視野の角度としてはね、あの横が約160度ぐらい見えてんじゃない。100度ぐらいは見えてないのかな。まあ、100何度ぐらいはね、真横を見てるので、結構ね、後ろの方も見れるんですよ。で、今のあの位置だと、私の方見れてるんですよね。お、気づいた。シェフィー。シェフィー。ちょっとピントが外れるな。シェフィー。あ、ピントあった。シェフィーさん。めっちゃ見てるね。顔見をしてるね。そう、目だけ、その、黒目の部分だけこっち向いてるので結構見てますね。かわいいな。脱皮もね、結構して大きくなったね、ほんとに。あんたこの間まで手のひらだったんだよ、サイズ的には。もうこの上でちょんって乗っかるぐらいの大きさだったのが、もう気づけばこの大きさ、今で60センチないか、あるかないかぐらいですね。ね、うちの子はね、あの結構こう他のサバナオイカちゃん、友人がね飼育されてる子とかも見させていただいてるんですけれども、おとなしいね、これはね。あの荒い子は荒いしね。そう、やっぱちっちゃい時からハンドリングしてるかどうかっていうのと、こう人間と接点を持たせるかっていうので変わる気が私はしてます。この子は特に多分私との接点をかなり持ったので慣れてくれた。まあ、それでもたまにね、怒ったりはするけど、最近ほんと、テールアタックないもんね、ほら。あ、見て。まあ、触ったら嫌がったら、嫌だよって言って、あっち行く。あー、ダメ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 。離して。あー、それ落ちちゃう。あー、落ちた。ダメダメ。そうやってね、ちょっと、今、触られたい時じゃないみたいなのはあるんだけど、あのその触られたい時じゃないよっていうので動くことはあっても、噛みついたりとかそういうのはねほとんどないので、まあ後でこれは直しましょう。噛みついたりね、尻尾でねベチンってやってきたりっていうのもないし、嫌な時にシューシューって言うんですけど、そのシューシューっていうのもないので安心です。こうやって触ってもちょっと嫌だよってことはねするけど、基本ね、そんなに嫌がんない感じで。ほんと、いい感じ。まあ、この辺がね、この子は嫌いですね、触られるとね。まあ、たまに、すごい嫌な顔する。まあ、今は大丈夫だね。ほんと、この辺がね、気持ちいいらしい。多分自分じゃこの辺こう、カキカキできないから、
物理的に書かれると多分気持ちいいんだろうね。痒いんだろうなっていうのがあります、この辺。だからちょっとガリガリグリってやってる。ここ結構硬いんですね。すぐ頭蓋骨があるのもあるかな。なんでここの皮膚硬いんですけども、ここはね、カキカキしてあげるとすごい気持ちよさそうな顔するんです。ちょっと今嫌がってんな。でもというか、今は遊びのスイッチが入ってるね。多分あっちこっち行きたいんだろうな。いう感じでございます。はい、本日のねシフィーさんと私のお風呂動画でございました。まあ、またねこんな感じでシフィーさんの動画、あの普段の生活の様子とかねまたアップしていくと思うんですけど、全然なんか同じような動画ね何本も何本もアップすると思うんですけれども、日々この子の様子っていうのは映していないので、同じような動画だったとしてもお許しください。あ思った。はい、っていうところでございます。はい、本日は以上となります。よろしければね、こちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いします。最近ね、インストの使い方に慣れてきて、インストの投稿結構増えてるので、あの Twitter よりも Instagram を見てもらう方がいいかもしれないです。はい、そしてね、あと過去にたくさん動画が上がっておりますので、よかったらそちらの動画もね、たくさん見ていってください。全部で今1060本ぐらい多分上がってたはずです。まあね、あの小粒な動画がいっぱい揃ってますので、よかったら見てみてください。そして毎週ね、木曜日、金曜日、どちらかでね、あの生放送とかも行ってますので、よかったらそちらの方も見てみてください。ということで、本日は以上です。以上、ミントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。